あ、危ない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 、もうやめましょう、三浦さん、え、危ないです。いや、感じ取ってもらいたかったんで、それ。感じるところの話じゃないですね。はい、じゃあ、下さん、今セッティングしていただきましたね、はい、どこを触っていただきましたか。今、はい、フロントのダンパーの角度、はい、3段階あるんですけど、うんうん、さっきが真ん中の状態を1段階寝かしました、はいはいはい、でそうすることによってそのこの辺の反応が少し鈍くなるんですが、うん、奥でしっかりもうちょっとこうロールしてくれるというか、うん、もうちょっと入ってきてくれるようになると思いますので、それを一つと、はい、あとリアのパワー入れた時にリアがスライドするって言われていたので、うんうんうん、キャンバー変化率というか、はい、アッパーアームの高さを1ミリ低くしました、はい、でこれによりパワー入れた時に前にもっと押し出してくれるようになると思うので、うんうんうん、これでちょっと一回試してもらいたいなと思います。初めてこの車にセッティングがついに施されましたね。まあフロントダンパーの角度に関しては、うん、他の車とある意味共通的なところがあって、うんうんうん、その寝かしてくれば初期が前のようになって後曲がりっていうか、うん、初期のロールが出るっていう方向になるし、うん、まあエンジンからはリアのアッパーのここの高さって意外と重要で、うん、はい、ここの高さの影響力っていうのは、はいはいはい、結構効くんですよね。そうなんですね、うん、実際反応にも影響してくるんだけど、うんうんうん、まあ、トラクションのかかり方の部分では、うん、結構ここの締める量っていうのは影響してくるんで、うん、まあ、フロントの話聞いてね、あ、電動と一緒だと思ったんですね、うん、でリアに聞いて思ったのが、うん、その落として、うん、車前に出るようになって、うん、ちょっと初めて聞く感じだと思ったんで、うん、そこは独特なんだなって思いましたね。そう、ちょっとそういった意味ではね、はい、ちょっといろ、まあ、カテゴリーによってその違う、うん、受け方の違うところがあるかなと思うので、はいはい、フロントは一緒、リアはそういう意味ではエンジンが独特かなと思う。それはやっぱリジットアクセルでリアを浮かして曲がるっていう車が他のカテゴリーではないので、うん、はい、そういった意味では独特のところだと思います。で、あと走ってる時にさっき言った、うん、そうですね、ップ、はい、ここの部分を、はい、出したりして、はい、今これだったらまだこんだけ出せるんで、はい、これ逆に出す方向でいけるってことですね、うん、なので、はい、極端に、なので一応、まあ、目安として、はい、今のところ、ああ、こうやってやっとくとやりやすいんですね。なるほどですね、うん、はい、で、今ここから、うん、じゃ出した時と、うん、止めた時と、まあ、一応やってみるので、で、どんな感じかをまた後でフィーリングもらえれば、はい、それは今後、他の時でもこれがスタート前に唯一簡単にできる調整方法で、ああ、なるほどですね。グリップしないよって言ったら出せばいいし、うん、曲がらないって言ったら逆に言ったら下げちゃえば、うん、曲がるようになると思う。そこちょっといろいろやってみて、はい、わかりました。あと走りなんですけど、さっき僕も混乱しちゃって、うん、訳がわからなくなったんで、ちょっと、はい、走りのイメージは、うん、ちょっと今日の段階ではあんまり意識しないでおきます、うん、自分の一人で走る、そうしてみます、はい、さっきみたいになっちゃうとちょっとテストもできなくなっちゃうん で、うん、で、まあ、車の違いを感じてて、はい、でも多分イメージは頭の中でできてくるから、はい、車が良くなって運転できるようになってきたら、はい、多分勝手に動くようになって、いや、うちもプレッシャーやめましょうよ。やめましょう、ちょっと、まあ、やってみます、やってみます、やってみます。じゃあ行きますか。はい、じゃあお願いします。これ皆さんボディピン上側に何かあんま意識せずに、さっきの下さんの走りを忘れたいと思います。忘れないじゃん。いや、ちょっと一旦今日の段階ではね、で、高橋さんの走りに合わせたセットを今日できればいいなと思います。はい、わ、はいはい、かりました、はい、35年ぐらいやってる人間と1年ですから。そうですよね、生まれたばかりなんで、高橋さん今秋葉とかまだ生まれてないですよ。僕もう30超えちゃってるんで。ラジコンデッキ、じゃあ僕ははい、いないもんだと思ってます。いや、それは無理ですけどね。はい、あれ動いてない、スイッチ入ってないです、多分入った、入った、はい、まあこんな夏場でももちろん暖気はしなくてもちろん、はい、僕は結構3週4週ぐらいは暖気っていうイメージでやってます。
そうすると車全体にも熱が入ってくるので、あ、はい、あとかタイヤとかにも熱が入った方が良くなると思いますので、はい、じゃあちょっと流します。2、3周、はい、スロットルを振ってる瞬間っていうのはありますか？あります。もう、はい、かなり振ってます。はい、ワンウェイのあれをちょっと思い出すと、あ、関係ないかな。振ってますよ結構。わかりました。はい、はい、今のが表一だろうね。うん。が入りましたね。はい。いい感じですね。はい、かなりいい感じになってですね。はい。流したんです。はい。リップやってみる。リップやりたいです。さっきよりも高橋さんが狙ってるところに全然行きやすくなって、はい、かなり行きやすくなりました。はい。正直ちょっと半分の方は。はい。わかんないですけど、すごく、ギアがですね落ち着いてる感じがあります。落ち着いて前に出るっていうのはわかります、はい、あら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 、あ、早すぎた。いいんだよ、あれで、うん、あの、はい、こっち向いてきてるときに下さんの顔が先に動かすの一回入ってもらって、はい、いい感じですね。いい感じですか。いい感じですか。はい、これは逆に、はい、下げます。思いっきりですね。わかりました。あー、これはあ、もう分かっちゃった、ね、これはもう危ないですあ、危ない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 、もうやめましょう、みろさん危ないですいや、感じ取ってもらいたかったんです。もう感じるところの話じゃないですねどれだけ、あの、あれなんていうんですか、リップそうですね、リップ重要だな。はい、あれがすごい効くんですよ、81レーシング。めちゃめちゃ効きます、はい、もうなので、はい、この調整だけで本当車がガラッと変わるぐらい変わるので、やっぱりあれですか、路面が重かったりすると落としたりする。そうですね。あ、オンザレールになります、一気にね。そうですね、もう全然違います。全然違います、はい、とりあえず下さん、僕、はい、セッティングという意味では、はい、もう特にやばさっとしてるんですが、安定がなってですね、もう良くなっちゃいました、はい、いいんじゃないかなと、はい、そうですね、見てても、あの、さっきより全然安定して走ってますし、うん、いいところも通ってるので狙えてるんだと思うんですよね。僕ぐらいの多分レベルだったら、そのキット標準の段階から、はい、こんな風にするだけで、はい、もう全然もう十分、はい、楽しめますし、はいはい、よく走ってますので。そうですね、一度、はい、でこのキット進みで何もパーツ入れずに、はい、
ちょっといじった状態、はい、これを戦闘力を、はい、IF-18 の凄さを、はい、下さんにやっていただいて、はい、っていうのよろしいですかね。わかりました、はいはい、じゃあもう一度だけしてみます、はい、でそれを見させていただいた上でもう一択僕頑張って、はい、あ、わかりました、渡させてください、はい、じゃあドライバー下さんに変わります。はい、はい、お願いします。楽しみですねいつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。